罹患の術相。この犬もそれの一つ。しかも最も凶暴な存在だ。あなたがリトスト？いや、違う。ただお前にとっては確かに彼だ。殉死の術であったリトストはとっくに死んでいる。生涯の努力をもって己の人生を跡形もなく消え去るようにした。結局はこうして私が残ってしまったが、人々は常に彼のことをこう語った。何を行おうと自分と関わりのある痕跡は完全に拭い取る。かつての時代では多くの人々がその名を耳にしたにもかかわらず、それが存在した証拠は何一つ見つけられなかった。七術の他の面々でさえ、彼が捏造された都市伝説だと一時期は思い込んでいた。だから私がここにいるのは皮肉と言えよう。あなたは一体誰なの？お前にとって私は確かにリトストだ。気にすることはない。私はただこうしてドニグルのちっぽけな秘密を守ってやっているだけなのだ。それで名の知れない影さんは私にどんな用があるの？人の墓を訪れているにもかかわらずそんな挨拶をするとは、いささか失礼だとは思わないのか？まあ素直であることは、それはそれで取り柄になる。今その身を呪う罹患の術相は私の姿に化け、その声で殉死の獣の運命とお前をつなぎ止めている。それによって何が起こるのか楽しみにしている。焦る必要はない。夢追い人の顔色を見る限り妙な乾きはないはずだ。それに私と小尺がここにいる以上、そのぐらいのアレルゲンは大して危険ではない。何を話してたの？もちろんあなたのことだよ。あれ、もう大丈夫なの？具合が悪い？本当なの？だって1分も経ってないのにそんなにたくさん喋れたなんて。1分も経ってないの？そうだよ、急に具合が悪そうにしてたからなんとかしようってみんなで話してたの。でもすぐに元気になっちゃって。夜の一日、影では千年ってやつ？理解するだけならわからなくもない。ただリトストと関わりのあるものならはっきりと理解するのが難しくなる。彼は素直な小尺や私と違って世界を必死に欺こうとしていた。でも相手の意図が何であろうと、夢追い人とドニグルの間に何らかのつながりがあるとするなら、それをたどってあいつの隠れ家を見つけ出すことができるんじゃない？短時間でそれをやり遂げるのはおそらく難しい。大火死の場合、多分根源物質抽出装置が1台必要になる。私が見る限り老朽でその装置を用意するなら少なくとも。これ使える？ポータブル根源物質抽出装置、データの海での単独発掘を目的としてデザインされた機械なの。ただまだバージョン 0.1 のプロトタイプで、精錬機能には問題がたくさんある。だから
世界で3台しか存在してないんだ。今はユウン先生、親切姉さん、私がそれぞれ1台持っててテストをしてる。欠点の方はさておき、どんな機能を搭載してるの？精錬機能はいまいちだけど、根源物質に秘められた情報をかなり高い成功率でスキャンできるの。だからこれでドニグルを追跡できるはず。実際にどんな効果を発揮できるかは、影と根源物質がどのぐらい似てるか次第かな。それなら自信がある。あなたたちの言う根源物質とやらに直接接触したことはないが、私の知る限りそれは影と同じく無中生有の力を持っている。あなたたちの分類方法から言えば、影は特殊な根源物質なのだろう。